Herzlich willkommen! Welcome to Misakiru Channel! Misakiru Channel にお越しくださりありがとうございます。今日はホテルザッハのレシピでザッハトルテを作るっていう企画をね、キムチユウトくんが、ビデオ回してくれるっていうのでドッキリを仕掛けたいなって思います。この前紹介したんですけど、このとてもまずいアビスフルツェルを作ってですね、これはめちゃくちゃザッハトルテに合うんだよって言ってドッキリしたいと思います。多分ね、キクッチは優しいから、あ、合うねって言ってくれるんじゃないかなって思ってます。冷蔵庫に入れておきたいと思います。真剣っすよ、真剣味が、あ、 F だ、これいいじゃない。はい、というわけで、で、開けた。待って、いや、ちょっと本当はまたもうちょっと待った方がいいんだけど、固まってないんだけど、もういいよね、待てな。全然固まってない、全然固まってない。あ、でも固まってんじゃない、上はね。どこが固まってないの、はい、上のチョコ、先にザッハーに合うお茶、先にカルトでどうですか。うん、それ何ですか、それ何ですか、それ何ですか。冷たいお茶。何茶。何茶かわからん茶。何茶かわからん茶。はい、ではザッハー通るて。美味しそう。実食。いただきます。いただきます。美味しいです。こう飲んでみて。わあ、なんだこれは。え、クルーターで。なになに、どうしたどうした。どう、これ美味しい。美味しい。このお茶美味しい。え、美味しいよ。なんで。優しい。え。これさ、これ。意外とするやつじゃない。そうそうそう。美味しいって。ザッハトルテに合うらしい。全然ドッキリにならんかった。予定では本当めっちゃまずい、苦いってなって、でそれを優しいキグッチが、うん、変わってるとかっていうコメントが欲しいなって。合うか合わないかって言われたら合うくない、その苦味が。実際これ苦いかな、でもこれ、いやこれだよ。でもちょっと私本当はもっとあの出さんときゃいかんないけど、ちょっと出汁が甘かったんよ。でもあと2時間ぐらい出したらもう多分苦苦やばかった。ドッキリになりませんでした。なんかだんだんずっと置いとると泡立ってくるんよ。怖い。発酵し始める、シュワシュワみたいな、うんうん、すっごい生臭い匂いがしてきて、なんかでも後味やばくない？でも今なんかだんだんなんかちゃんと交互にしないと、これだけ飲むとえぐいかも。確かに先にお茶だけ飲んでもらうんだった。そうね、ミスだぜ。マシュマロで喉にいいのか、これが。喉にめっちゃいい。いいじゃん、じゃあ。ちなみにこのオーバーズにはラムをちょっと入れてみました。うん。ザッハーのさ、生クリームって全然甘くないじゃん。うん、砂糖入れないって書いてあった。ね、生クリームには。うん、あのザッハーのチョコケーキにはあの砂糖のない生クリームがないと食べれないんだよね。いいね、こんなん作れて。作り方分かったからできるんじゃない？ねえ。料理できるやん、キムチ。ひとかまに出せるようなもの、ね、なんか麺だけ食べてなかった、ソースなし麺みたいな。ちょっとオリーブオイルあるパブリ、なんていうの、ジェノベーゼのパスタ、うん、あの作ってくれたじゃん。そうあれでハマっちゃって、あのあと結局これジェノベーゼのパスタを5回ぐらい作った。やば、私1回も経ってないな、うん、だいぶ前の話ですよ、まあ、あの翌日にだからもう買って、その日昼と夜はジェノベーゼだった、うん、ちゃんとあのトリュフオイル買ってね、トリュフオイルの味よね、うん、これマジでおすすめ、超美味しい、最高、うん、もういい匂いする、うん、そう、俺もたまに匂いだけ嗅いでる。今日は頑張った。ケーキ焼いてる間とケーキ乾かしてるケーキ冷ましてる間に稽古した、うん、リハーサルした。偉いな、なんか今日踊るみたいになったね、あ、色が、うん、
伏し目だろ、それ緑じゃないの。でも深緑っていうか、なんていうの、ドブ緑なんかわかんないけど、結構ドブ緑って何、そう、暗い食べたの、暗い色。まあやっぱり前も言ったけど、5大都市、うん、もうちょっとツアーしたいですね。せっかくいいレパートリーがね、あの、うん、デュオで揃ったんだから、ね、いろんなとこで聞いてもらえる機会がちょっとずつ増えればいいなという。富士山登りたい、富士山、うん、1回登ってみたいみたいな、うん、ある、登ったことある、なんか妹が登っとったわ、この前、この前、うん、日帰りで日帰りで、うん、めっちゃ雨女なんやけど私。じゃあ一緒に行くのはやめようね。ひどい。でもまあ人生でね、登山ってなんかあの大山大山登山とジャージー牛乳、ジャージー牛、牛と見に行ったり、ジャージー牛って昼前じゃない？あ、そっか間違えた。そう、な、2回ぐらいしかないんだけど、なんか山登り好きなんだなと思うけど。やればいいじゃん、これめっちゃいっぱい山あるよ。いや、なんかね、日本でやりたい。なんで？わかんないけど、よく行く？うん、とかスイスにおった時はすごいバンデルコース、うん、もうなんか泊まってるアパートのからもうすぐ全部バンデルコースだったから、うん、めっちゃ良かった。アルプスパークみたいな、最高。まあ、アルプスもいいよな、確かに、うん、なんかある、やりたいこと。やりたいことはタロットカードを極める。ああ、もう極めてんじゃない、極めてない、結構。私趣味があるんですよ。もう趣味、プロ並みにね、占ってほしい人が今いっぱいいるもんね。なんか占い師っぽくない今日の、確かにカーバーみたいな占い師ラッキーモリノラッキーモリノです。あなたの人生占います。どうですか、もう一種とも、うでも、もうさっきの3分の2ぐらいの細さでいただこうかな。まだ食べる？いや、もうやって言うと思った。生クリーム美味しいな、これちょろ、うん、これラム入れたからよ、うん、そういうことね、うん、検証してるの私、一昨日から、うん、一昨日来やがれ今のところちゃんとまあラムはね、ノーカウントで。あ、そうそう、これはちょっとあのお料理の一個うちなんで、うんうん、てかもう今年も残り少ないんですけど、うん、思い残したことあるんか。考えてることがあるの、私たち。何？ちょっと今めっちゃ頑張ってることがあるの。今年は調子いいよ、でも今年調子いいよ、ほんま、うん、計画的反抗、うん、準備してることがあるのでござるよ。だからあんまり最近歌出せてないけど、ちょっともうちょっと待っててほしいなと思います。やっぱさ、モネリネいいんだよね、モデルネが好き、うん、現代曲はやっぱり面白いね、やればやるほど、うん、うん、やっぱでもバイルとかいいよね、うん、ピケティもいいし、クラムもやっぱ最高じゃない、うん、ね、5月の日本の公演でもやったけど、それはやっぱいつか全曲やりたいな、うん、この動画出すとき私日本かも、楽しみ、何食べようかな、何食べたくて帰ってる、うなぎ、うん、私はいつもいないの、行きつけのつけ麺屋さんがあってあ、私ラーメンもダメなの。え、ダメなの、うん、え、もう気持ち悪くなるの、あら、かわいそうだろ、かわいそう、めっちゃ美味しいのにな、うん、しかも蕎麦アレルギーなの私なんか蕎麦も食べれるし、うん、うどんは、うどんはいけるけど、そんなうどん好きじゃない全然麺にご覚悟のないパスタ、グルテンフリーのパスタは食べれる、全然グルテンフリーじゃなくても普通に食べれる、うん、パスタか、まあ、米炊くかなぐらい、お米美味しいよね、うん、やっぱ日本のご飯は最高なんだよ、うん、何でも美味しいもん、どこ行っても美味しいもん、間違いない。でもダッハ取れて美味しいから作ってね、砂糖半分で、大事な終わり方、全然砂糖大丈夫ですよ、これまだ減らしてもいけるかもぐらいね、甘かったね、これでも結構うん、いや、めっちゃ美味しいけどね、うん、でしたー、テンション低い、またね、頑張るよ、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね今日のゲストは菊池雄斗さんでしたー。もうゲストっていうか、ゲストって思われてるのかもね、っていうかもうチャンネルにいるでしょこの人っていう扱い
じゃあね、バイビー。